おはようございます。いや、グッド。いや、ないか。
はい、というわけで、徳さんのモーニングルーティンというか、まあ、あのいつも流れ、ご紹介させていただきました、まあ、特にこれといって特別なことをやってはいなくてですね、であの多分コメントで問い合わせ入ってくると思うので、せっかくなんであの僕が取ってるプロテインとかね、サプリメントを紹介していきたいと思うんですけども、朝これ飲んでたのはこのサムズパワーっていうこうソイプロテイン、これあのスポーツショップ行った時に店員さんにこういろいろ見てもらったというか、体の体組成を測ってもらった時にあの要望とか伝えたら、このソイプロテインの方がいいんじゃないですかってことで、美味しいですよ、チョコ味でね。 HMV はこの極みボディって言って、あの HMV って最近すごい流行ってるというか、あの話題になってるものなんですけど、いろんなね海外メーカーとかもあったりするんですけど、いろいろ調べた結果、僕は国内生産っていうところで、あの非常に日本人の体に合ってんじゃないかなっていうので、これをチョイス、これ重宝してますね。うん、今日はちょっと飲まなかったですけどね、あのこの EAA って言ってアミノ酸のね、21種類アミノ酸配合されてるこのトロピカルフルーツ味っていうね、さっぱりして酸味の効いて美味しいやつです。これを飲んだりして、体を作るにあたって日常のやっぱこう食事だけでは取れないもの、もちろん日常の食事で、全ての栄養素が取れるんであれば絶対その方がいいんです。ただ日頃生活してる上でなかなかね、まあ、40歳に向けてね、今時を進めているので、なるべく怪我をしないようにっていうので、こういったものを、飲んでですね、体作り励んでます。3年ぐらい前ですかね、約肉体改造計画だーっつってこういろいろこう始めてから、だいぶ体多分ね大きくなりました。あの強なすでやっぱならないんですけど、こう地道に積み重ねていきながら適切にねサプリメント取っていくことで、体ってやっぱ作られていくんだなって思います。よく筋肉つけると動けないんじゃないかって話があるんですけど、もちろんね、あの職業的にボディービルダーさんとか大きくね、あのしていくというか、その見せる筋肉っていうところの職業の方々のね、あのボリュームでいくとやっぱりこう投げるとか難しくなってくると思うんですけど、まあね、あの基本的にあの大丈夫ですよ。あの筋力トレーニングというかトレーニングしっかりとそれは積んで、体をねやっぱ頑丈にするっていうことが、スポーツ選手にとってやっぱ一番大事なので、その辺はしっかりと、もっともっと上を目指してやっていくっていうことをメインテーマにね、してやっておりますね。といったことで、本日の特産 TV は、モーニングルーティン、誰が見たいのか分かりませんけども、モーニングルーティンと、そして、質問に答えていきました。なんかあの夜中的になんかそろそろ感みたいなねちょっと出てきてますけれども、あの特に油断はせずにしっかりと手洗いうがい、そしてしっかりとご飯を食べてしっかりと寝るっていうね、そういった生活で体をもうフルに元気を保った状態でね、あの日々過ごしていっていただきたいなというふうに思います。もし体調優れないとかなったら、もう遠慮なくすぐ周りの人に相談したり、また今体調優れてない方々がいるとは思うんですけれども、本当にあのお大事にしてなんとか乗り切っていただきたいなというふうに思っております。徳さん TV 毎日配信引き続き頑張っていきますので、何卒よろしくお願いいたします。アッパレショップニューアイテムのお知らせ。春先にベストな着心地、おしゃれカモフラロゴのパーカー、野球やるときどうぞ。続いて色違いのブラックパーカーにやっちゃいました、目立ちまくりのカモフラフラットキャップ。野球も上手くなる気がします。デッドボールも増える。極めつけはこれ、カモフラキャップ、センス爆発。ジャングルでは隠れますが、グランドでは目立ちまくり、派手派手だ。概要欄にリンク貼っときますので見てみてください。